来た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 。じゃあお世話になります。ありがとうございます。お世話になります。道通られますか、ね。あ、大丈夫ですよ。すはい、今は。すみません。あ、お世話になります。よろしくお願いします。どうも、お世話になります。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。お願いします。あ、これか。これです。はい。待ってました。はい。すみませんでした。はい。いいいいいい。お世話になります。うん。何これ。住所と。ああ、住所書。説明書と、ね、ある程度ちょっと説明は、そうですね、うん、チラシも、あ、今度展示会も展示会、はい販売上手ですね、よろしく静かモーターですからね、モーターめちゃくちゃ静かです、ね、モーターですから静かなんですね、これなんていう名前やったっけ、シャトルスプレーカーです、シャトルスで、まずですね、まずはい、はい、道具の方にこれをつないでいただきます、はいはいはい、道具をつないでいただいて、これ 8mm? 8mm、はいはいはい、8.5 です、はいはいはい、で 8.5 のホースをつないでいただいて、はい、でセット完了です、セット完了、はい、はい、で今度はですね、うん、まずこの棒があるんですけど、はいはい、これを補助に打ち込んでもらって、はい、でこの橙色ですね、はい、これをこういうふうにかけてもらう、はいはい、でこれなんでこうせんといかんか言うとですね、うん、帰るときにこれを引っ張ってホースを中で100メーター巻いてるんですけど、巻いてくるということで、はいはいはい、これがもし外れてたら、うん、ずっとこれ引っ張っていきますんでホースがたるんできます中で、はいはいはい、うん、だから必ずスタート位置でですね、スタート位置で、はいはい、スタート位置でこういうふうに分かりました、差し込んでこれを通してもらう、はいはい、これがこれでセット完了になります、うんうんうん、で電源の方なんですけど、はい、まず、うん、ここに基板がついております、はいはい、でこの赤いボタンですね、はい、これがまあ停止ボタンになるんですけど、はい、これを押したら止まります、はい、全く電源が切れます、うん、切れます、はいはい、でかけるときはかけるか、電源を入れる場合は必ずここ書いてますけれども、電源を横に右にひねってあげてもらう、あはははそしたらオフの状態になります、はいはいはい、電源が入る状態ですね、はいはい、でオフの状態にしてもらって、うん、今度はこのオン、うんうん、はい、オンの電源、これでやっと電源が入りました、はいはいはい、この状態で、うん、今度は走らせていくんですけれども、はいはい、走らせる前に、うん、ここに散布状況が書いてあるんですよ、はいはい、散布モード、うんうん、でこれ今無散布ですから、はい、あの O の方にしてもらうと息を出して帰りを止めて帰ります、はははは、で服の方だと息は空で行って帰りに、はい、うん、はいはい、吹かすような感じになります、うんうんうん、でまあ、病気がいっぱい出たときは往復いうことにな、往復にしてもらえればもう息も帰りも出てくる、散布してくるという状況になりますので、なるほどなるほど、まあまあ大体オフの、あ、服、うん、で大体帰りに皆さん消毒されてます、うん、はい、わかりました、であとはここに、うん、ノズルの開閉がついてるんですけど、はいはい、これ開けとったら、うん、これ電磁バルブになっとんですけど、はい、動かした直前にもすぐ出てきます、はははは、これはどういう時に使うかいうと、まあ、掃除したりする時に使いますので、基本はもう閉めとってください、はいはいはい、閉めていただくことですね、はいはいはい、でここに速度が書いてますけれども、うん、はいはい、約まあ大体 1.5 から 1.5 以下以下ですね、以下で使ってください、はははは、はい、まあ、要は早くもできるんですけど、うん、早く行くと多分担当水量がかなり少なくなりますので、だからまあ大体目安は 1.5 です、はい、わかりました、でこの状態でセットが完了になりましたんで、うん、あとセットしたら、うん、あとはこのボタンですね、はいはい、青いボタン、うん、青いボタンを押してください、はい、1回、そしたら走っていきます、はははははで、マグネットもう1回押せば止まるんですけど、はいはい、一応マグネ、今トリセツの中にマグネットがついてたんですけど、あの赤いマグネットをここに置いてたら、はいはい、このタイヤとタイヤの間を通ったらその時点で止まるようになってますんで、磁石を察知して、そういうことです、してここにセンサーがついてるんですよ、あーはーはー、この2つ、はいはいはい、この2つがセンサーなんで、うんうん、ここに置いとけばこれをまたいだ時に初めてここで止まります、はいはい、でバックして散布していくような感じになりますので、うん、じゃあハウスの奥側に磁石を置いとけば、はい、勝手に戻ってくるということ、そういうことです、あ、なるほど、はい、あ、で、まあ、あとは
奥に、まあ、2つしかついてないんですけれども、はいはい、まあ、奥に置いとって、うん、ここに帰ってきた時に自分で止めるのか、もしくはもう一個ここに置いとけば、あ、勝手に、はい、あそこに、あとセンサーのところで先端のところが通り過ぎればということですね。そういうことなんですよ。だからセンサーがここしかついてないんで、うんうんうん、枕地が狭いところは、はいはいはい、あんまり後ろに置いとくとガチャンといく可能性があるんで、まあ、見とくんでこれで止めればいいということですね。そういうことですね。はい、わかりました。はい、そういう形になります。で、あと今度はこのバックするときなんですけど、はいはい、バックはこれ長押し2秒間押してもらったらピー出します。ーピーって言い出したらバックしてきますので、はい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 、これでバックすることもできますし、はいはい、もちろんここに走行と前進とバックついてますんで、はいはい、うん、これ押してもらえれば押し続ければ前進、そうです、離せば止まる、うん、で更新は更新ですね、はい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 、こういう形でできますんで、なるほど、なるほど、で、あと今度は左のリフターいうのがあるんですけど、うん、はい、真ん中にタイヤがついてるんですよ、はいはい、この真ん中に、うんうんうん、で、要は次の畝に入るときに、うん、こうやって持ち上げるのはものすごく重たいんで、うんうんうん、リフターを上昇、はい、押してもらうと真ん中のタイヤが上がってきます。おおおおおお、はいはいはい、上がってきたらこれで旋回してもらったらなるほど、簡単に旋回ができる、なるほど、ということになりますんで、で、また使うところに持ってきたら加工をしてもらって下ろし、あの、上げ取ってもらう、はははは、うん、どうしてもこれ上げ取ったら全身のタイヤが回っても上がらないんで、うんうん、よく皆さん途中で止められとるとこがあるんですけど、はいはいはい、まあ、上げ切る、そう、上げ切るんですね、うん、上げ切るということでご使用してください、うん、OK です、はい、なるほど、はい、で、一応ここに圧の、うんうんうん、あの、あれが見れますので、はいはい、同分から来る圧が、うん、今ここの圧にどれぐらいかかってるか、うんうん、まあ、大体 2.2 とか 2.5 ぐらいでやってもらうんですけれども、はいはい、それぐらいでやってもらって、うんうん、で、あとこっちはアワーメーターになってます。何時間動いとるか、あ、はいはいはい、はい、で、この 25.2 っていうこの電子のやつは、はいはい、うんうん、これバッテリーの電圧を表示してますんで、はいはいはい、で、これバッテリーが今7を示してるんで、今満充電入ってるんですけど、はい、7がマックスです。7がマックス、はい、はいはい、これから落ちてきます、うんうん、6とか5とか4とか3とか、うんうんうん、で、3とか2になってくると、うん、ピーピー音が鳴り出します、はいはいはい、そしたらバッテリー充電してくださいねいうことになるんですよ。だいたいどのくらい、だいたい8時間をめどに、8時間でフ ル,、はい、フル稼働ですね、はい、充電っていうかですね、はい、はい、そうです。で、まあ、一番悪いのが車と一緒で、うん、バッテリーがもう長い期間使わない状態の時が、はいはいはい、一番バッテリーの比重が下がりやすくなるので、はははははは、長く使わない時はちょこちょこ充電してください、うん、こういう冬の時とかですね、はい、そうですね、で、充電もここにコンセントが出てきてます。あははこれを 100V に差し込んで、それだけ、はい、充電してもらうような感じで、刺すだけ、お、本当、そしたらもう充電できますんで。こっちは何ですか、こっちはどういう、これはバッテリーの今の電圧を表示してるんで、これはあんまり気にしなくていい、気にしなくていい、気にしなくていいです、ね、これは気にしなくていい。だから、まあ、ここですね、そっちですね、うん、自己診断のモニターの方が2とか3になったらもう充電して、充電した方がいいです。はい、わかりました、はい、で、充電するときに、うん、まあ、これあるんですけれども、はい、この状態で充電されても充電入ってこないですよ。あ、押した状態じゃ一応、はい、オンにしとかんとかんですね、はい、必ずオンにした状態にして充電してください。あ、はい、今これ数字が出てないけどいいんですか。大丈夫です、あの、電源入れたら出てきます。あ、はあ、はい、この差し込んでもらったらですね、うん、で、これオフにしとっても出てくるんですよ、はあはあ、差し込んだら、はあはあ、7とか5とか出てくるんですけど、充電されてない、充電されてない、オンに絶対しなきゃいけない、そういうことです。ここを必ず、まあ、充電時は右にひねってロックを解除してくださいって書いてますけど、これを必ず解除しとってください、はい。もし忘れてこういうオフシーズンの時にですね、はい、まあ、充電しとこうと思ってするじゃないですか、はいはいはい、あ、2、3日忘れとった、でも大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、もう差しっぱなしでも大丈夫です、はい、もう過充電防止がついてますので、うん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 、それは大丈夫です。 あとはもう大丈夫かな、まあ、分からんかったらまた、うん、言ってもらえれば、ね、はい、はい、そうですね、お願いします、その時は、はい、このホース自体は中に何メーター、こう100メーター巻いてます、100メーターはじゃあ、はい、いけるってこと、ね、うん、だから、まあ、例えばこのハウスが100メーターあるとしたら、うん、もう同分のホースを引っ張ってもらうんでか、まあ、そこの入り口まではですね、そういうことです、そういうことです。その長くなればそのなんですかね、散布の圧力っていうのは落ちます、落ちる、はい、だからこれを見てもらって、あはははは、ここで 2.5 とか 2.6 までを元圧まで上げてもらうんでか、うんうん、はい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 、はい、オッケーです、オッケーです、まあ、一応持って帰っとこう、はい、盗まれたい関係ね。これを
なんかこの上だけ止めたいっていうのはできない。できます。取説今渡した中に、はい、めくらキャップが入ってますんで、このキャップを変えてもらえればここがめくらになる。それで止めてもらうような感じになる。わかりました、はい、生育状況でこう変えれるそうですね。下を止めたりだとか、うん、上を止めたりだとかいうのは、そのキャップをつけてもらって、この黒いキャップを外して金色のキャップをはめてもらえれば、はい、ここは止まり止まる、はい、OK です、はい、それが4つ入ってましたんで。あとそれとですね、はい、このこういう阿蘇焼きにその氷割ったりとかするでしょう、はい、一応ですね、水抜きとかはあるんですか。こっちの水抜きはついてません、うん、ついてない、はい、うん、というのがもうそのホースだけなんで、この中に水が入るのはですね、まあノズルもそうなんですけれども、うんうん、基本は、うん、このワンタッチカプラー、はいはい、これを外しとってください。はい、はい、そしたらまずこの状態で下に置いとけば、ホースの中の水はダラ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 こっちから出てきます、はいはい、うんうん、でノズルの方はこっちから一応出てくるようにはなるんですけれども、うん、基本はコンプレッサーかなんかがあればコンプレッサーで吹かしてもらった方が、こっちからですね、はい、こっちからですね、それ出る出てます。割れるとしたらもうこのこの辺ですね、うん、こういったところですね、こういったところ、こういったところですね、はい、こういったところが割れますんで、まあ外し取ってもらった方がいいです、まあ、使われた後は、うん、まあ抜きがこうなっとる時多分抜けてくるです ですね、はい、これでだいぶ楽になるよ。すいません。はい、ですです。もうグッドタイミングで本当にありがとうございます。いえいえ、もうすいません。なんか急がせてしまって。いやはい。もうずーっとまだかまだかってもうせかさん。しかもすいません、ね、お前所長のお友達って言うからね。はいはい、もう何とかしてでも一度に何とかしてくれって言われたね。ありがとうございます。何とか頑張ります。ご無理を言ってすいません。いやあれは何波の？そう、波の。波の。何回ですか？点検。あ、点検。はい。もう。2000時間以上乗ってるんですよ。あははははで、もう全部塗装から何からして、うんうんうん、総点検してくれやったんで、70万ぐらいかかってるんですよ。あ、でも買うと何百万かかるんでしょ。まあ500万ぐらいするんですよ。でも違うね、全然全然違う、やっぱ違うわ。そうそう、キャベツと波乗っていきます、はい、気をつけて。ありがとうございます。多分雪が多分すごいね。そうですね、はい、ですよね、はい、すいませんでした。気をつけていってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ございます。よろしくお願いします。どうも、すいません。どうも。どうも、失礼します。どうも、おはようございます。しゃ、はい、というわけで、今回、購入した、機械はですね、前回動画の久保田の展示会でですね、思わせぶりトラクターを買うぞぐらいの、動画だったんですけど、実はこのシャトルスプレーのことでした。これでですね、シーズン中、消毒がメインなんですけど、まあ、自分はですね、ちょっと水をですね、かけたり、するので、今まで、ホースを引っ張ってですね、結構重労働で大変だったんですけど、これなら簡単にですね、できるかなと思って購入をしました。また使う時の動画をですね、載せていきたいと思いますので、ぜひ楽しみに、待っていてください。それでは、ちょっとこれで遊んで動かしてみて、帰りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。農業男児チャンネル登録ありがとうございます。お願いします。トマトもうまいよ。いただきました。よし。